はい、こんにちは、ブラです。というわけで、はい、エデンさんに来ていただきましたけども、いや、いいじゃん。アメイジングガードは、まあ、一回は使っといた方がよかろうという、一回ね、話になりましたので、はい。まあ、使ってみます。はい、使ってみます。はい、お願いします。お願いします。というわけでね、はい、急遽なんで、見慣れたスリーブのデッキを、はい、使っていただいてますが、相当強いデッキなんで、最初はグッ、じゃんけん、ぽい！よし、じゃあ、先行だな。はい、ここです。じゃんけん勝って高校選んでいた時期はあったよ。じゃあお願いします。お願いします。ダイナー。なるほど。ダイナマックス。環境っぽい。2枚。はい。いや、実はね、この三振がアルティメットレイをたくさん打てることがものすごく大事なんだよって、すごい頭悪いこと言ってなんかバカみたいなこと言ってここは手助けにはなるが、時輪の森を張ろう。はい。ここ反射してんのかな？こっち置いとくか。了解です。で、時輪の森を、使う。先に使っておこう。うん。鋼エネルギートラッシュ。はい。して、ここは、水エネルギーにしようかなぁ。オッケー。水エネルギーで。はい。で、回収して、プレシャスポールも使います。はい、了解です。エックスフレックス。このデッキで一番怖いところは、これを打つ瞬間。疾風怒涛。サポない？ゴー！いや、いい、サポー。ちょっときつい。サポー。あー、まあ、耐えてる。まあ。でも終盤怖いね、ちょっと。そうね。終盤怖いわ。こうだな。はい。で、でもね、かなりいいんだ。これも受けてる。30くらいの効いてないから、ポケモン入れ替えで、しっかりリスクケアをしとくわ。なるほど。うん。120か。それは無理だな。で、ピックボールで。はい。ゆりちゃんで。先ほどこうやって水エネルギー手張りして、はい。なんかね、なんだかんだ、三振にたくさんエネルギーをつける術を考えてきたけど、うん、レックさが一番いいわ。まあ、安定はしそうな感じありますね、うん。リスクはある。リスクを背負うだけのことはある。3枚してるけど。うん、で、これね、まあ、打つはデデンチェンジで。了解です。なんか、この前引けたら嬉しいかとか、もうちょっとある。はい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 。オッケー。よしよし。お守りもつける。1枚使っておこう。プレシャスボールで。1枚使っておくわ。三振を加えておく。で、これで、手割りまして、サポート面で、はい。終わりで。はい、了解です。1枚いきます。ね、よいしょ。こっから入ろう。キャプチャー、無限ダイナに貼って、無限ダイナかな。はい、置いておきます。で、カットお願いします。まだ1番。クイックボール使って、ボスの指令を出して、ガラルジグザグマを、4回回収しておきます。シャクル。で、ベンチ出して、ここシャクル。オッケー。餌が来たね、アメージングサージュのよ。カウンターゲインを無限ダイナに。わかりました。あれ、じゃあ、クロバットのアイドアセット。今読んで4枚いきます。はい、どうぞ。1、2、3。4、4。じゃあ、ガラルジグザグマ置いて、反射ヘッド。いいのか、そんなに広げてよ。まあまあまあ、時は使います。時はハイドアクをトラッシュ。して、基本、アクエネルギーを回収と。はい。どうする？こっからなんか、クラッシュハンマー飛んできて、リソースマネジメントのやり方になってきたパワーアクセル30ダメージ。30ダメージ。現代なにアクエネルギー貼って、やるよ。三振が一応30くらなかったな、ちょっとでかいな。はい。1枚引きます。じゃあ、プレシャスボール使う。はい。三振加えとくわ。はい。で、まだ触ります。よっ。で、時矢の森使用します。はい。雷エネルギートラッシュして、鋼エネルギーにしようかな。うん。鋼エネルギー回収。を回収。了解です。ちょっと山確認します。はい。で、手張りもする。サンスイン。サンスイン。ここはポケモン入れ替える。ああ、ちゃんとありますね。よいしょと。こんにちは。倒せれば強いけど。本当は、エネルギー付け替えが欲しいので。じゃあ、博士の研究で。はい。すまん、デッキコンセプトの凄状消えてくれ。このまま、レイまで行きたいんだよね。はい。あ、よしよしよし、レイまで行ける。エネルギー付け替え。うん。はい。で、レイまで行ける。よし、カヨガも出せる。クイックボールで雷エネルギー取らしてする。はい。あのね、かなり許されてる。めっちゃ雷起こすやんって思ったら、コケコ君がいるんですね。かなり許されてる。まだそう。はい。で、手割り出したんで、トラッシュに多分2枚あるんで、先陣の前。なるほど。お相性いいっすね、なかなか。まあ、水と鋼だから、あと雷のコケがいい。三振コケコケみたいな、みたいな感じだね。望遠スコープもつけておきます。おぉまあまあ、わかんない。ちょっと僕は計算できてないんで。はい。で、これでじゃあ、オルターと思わせて、アルティメットレイ100と思わせて、アルティメットレイ100。なるほど。これはじゃあ、まあ、こうしておこうかな。はい、終了で。了解です。1枚引きます。よいしょ。2回そいつに投げればいいんだけどな。2回投げてフルパワーだね。進化、そうフルパワーまでいけるか心配なんだよな。で、イベルタルベンチ出しておきます。で、ここは使っていいので回収ネットで回収して感謝ケットでマイナス点。天国へのカウントダウンが無限ダイナいるんで、クロバットナイトアセット1枚なんで5枚引きます。了解。これは回収するよりは置いた方がいいんでクイックボールで。了解。で、ガラジグを回収させていただき、
ちょっとベンチ置いて、ガンジャケットで前行って。これでもうフルパワーで落ち受け内に入った。で、これは、1、2、3、4、5、6、7、あと1ピッチも。あと1ピッチ4ちゃん。いや、これ素で張った方が強いな。無限ダイナに入るワークあるんで、カットお願いします。なるほど、了解。わ、はい、かりました。いいっすよ。でね、はい、あとはこれなんですよ。なるほどな。いいっすか、手札増えるよ。いやまあ、これ打ち決めないといけないところなんで。まあ確かに、ね。ここは打つしかないです。ここは、こいつ生き残ったらほぼ勝ちみたいなところじゃん。打つしかないです。あまあ許されない。まあ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 しょうがないでしょ。アロラニアスを置きます。それ飛ぶとね、運ゲーになってくるわ。ちょっと運ゲーになってくるわ。運ゲーしようや。ドレッドエンドで、フルでいるんで9匹で270ダメージ、はい、280でお守りで300、はい、いやーまあしょうがない。3枚、はい、だがだが頑張る。だが頑張る。だが頑張る。めっちゃいいんじゃん餌。あーそっか。まあでも、うん、まあしょうがない、まあ、しょうがない、しょうがない、わかんない。どっちだろうね。アメイジングサージを受け入れる方がいいのか、こっちを受け入れる方がいいのか、ちょっとむずいところだね。いやまあでも、倒しておかないし、サイドレース的にも厳しいですね。1枚引きます。いや、いい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 ぞ。アドラミアじゃなけりゃな、お前な。まあ、そうだね。いや、ちょっと怖いのは、ここでサイドを4取るじゃんか、リセットでこいつに根がつかなくて負けることなんで。なるほど。まあ、言ってられない。ぶっちゃけ言ってられない。やるしかない。やるしかない。時矢の森使う。はい。ボスいらん。いらん、うん、俺とはレイプランは切る。のでここは回収する。はい。いやてか三振の相性がいいのがさ、そうなんか三振を倒すためにフルパワー出させれることっていうか。ああなるほどね、うん、そこを無視してらんないから。そう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 、三振を倒そうとしてジグザグも出そうと、いつはアメージングサージに駆られるっていう。お結構強い。お守りまあ貼っとくか。お守り貼っとくか。はい、もう関係20になった。ナイターセットで、はい、2枚なんで4枚とか入れます。ここの運ゲーが大事だ。ターボパス行くぜ。これ持ってたらやべえぞ。ふっ裏か。よしよしよし。まあ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 、わかった。となるとよーくわかった。クイックボールでザシアン切るわ。ザシアン了解です。もういらん。一応ザシアンも入ってる。一応入ってる。気持ち入れてる。まあ海洋が回収だな。はい、多分使わん。いや一応壁にして置いとく説はあるけど、まあそうですね、海洋が出そう。もう一回、はい、マリオ。マリオ、うん、マリオか。5枚。オールオッケーです。はい、打ちましょう。アメージングサージで。ダメ感足りるか問題がある。相手のポケモン全員にそれぞれ80ダメージなんで、はい、前はとりあえず80。で、気絶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 。ややこい、ややこい、ややこい、ややこい。こいつら気絶。で、望遠でこいつら全員が、110だ、ごめん。110だ、ね、これで合ってる。強くない？合ってるって。いや、だからもう一回アメージングサージ打ってたら勝ちなのよ。ほら、サイドが埋まってない。あ、あざっ。ラッキー。アドラニアスはちょっとな、違うのが良かったなっていう感じだけど、了解です。終わり。じゃあいきます。コケツ、はい、どうぞ。無限ダイナ戻します。はい、はい。クロバックス。バット、了解。で、バットお願いします。コッツ。スーパーボール。はい、7枚。2、3、4、5、6、7。なしで。はい。はい。で、ジグザグはなんか、15回ぐらい飛んできたカエルは。はい。すいません、キャプチャーありますわ。あ、いいよいいよ。ここ、貼るかでも。使わないです。使わない。はい。そのまんまで、時はで、デンジャラスドリル出して、最初はなしで、はい。で、黒バット置いて、ナイトセット使います。うねり貼っとこう。攻めは供給させたくないな。いいか。ハンド何枚ですか？めっちゃある。めっちゃあるよね。だよね。いや、もう置いても置かなくても買わないか。ただジグザグも置いて、後ろ行ってね。まあ、変わんないね。あと1回打てるかどうかだから。変わんないっすね。で、リベに風船持たせておいて、前言うときに。あやだー !4 枚ですね。はい、こっち5枚です。そっちがエネ2個つくかつかないか。まあ、そういう話ですね。ターボパッチで表が出るかです。頑張ってほしいですね。ドレッドエンドで。落ちるな、さすがに。3、4、5、6、7、200で。さよなら。1枚。あこっちは裏呼び出して終わりなんですけど、そっちもアメージングサージ言えれば終わりって感じですかね。いやーこれだー。ちょ待って、山数えるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。いやこれはね、あーどうしようどうしようどうしよう。分かった。あくまで堅実に行く。海洋かかり海洋、うん、1枚引く。なるほどね。じゃあ、やるか！タオパッチだ！はい。はぁ、あ、よーし！でもまだわからん。いやでもこれ堅実に来たせいでさ、堅実に来たせいちょっとわかんないんだよ。ダメになったパターンがあり。鋼雷あるから、じゃあまあ何でもいいや、水つけば、はい、あと1枚無償でいい。あと1枚何でもいい。ってことは、あと入れ替えとエネを引きに行くので、余計増える。一旦圧縮する。いや、引ける！さすがに引ける！持ってこない。はい。持ってこない、手札見る、これだー
コール使うけど、はい、もう圧縮できるカードはない。いや、これは、もうない。ない、ない、ない、ない。やんない。了解です。さすがにやんない。これであと入れ替えとエネだな。入れ替えとエネね。まあまあまあって感じですけど。まあまあまあって感じですけど。もう一回ぐらいやってこれで。それでいい？はい、分かった。で、博士さん。あー、博士があるんだ。じゃあ、いけんじゃないの？ポケモン入れ替え気持ちよさそう。ポケモン入れ替え。ではスイヤ、スイヤさ、アメージングサージで、ね、打てるな。雷、ハガネ、打てるな。大丈夫だな。全部季節んじゃねえうち。ここいいか。いや、前も残るんだよ、多分。こいつ体型高すぎて230だから380なんだけど。いや、一応やってるか。そう、前に80なんで、はい、ここが310ですね。で、こいつが110だから80だから、気絶気絶はい、気絶です。じゃあ、サイド7枚。サイド7枚取ります。あ、どうしよう。サイド11枚くらい取った。意外となんかおもちゃかと思ったらやれるかもしれない。80。ありがとうございました。ありがとうございました。